ポリフォニックスプリーポリフォニックスプリーは、テキサス州ダラスの混成、シンフォニーロックを自称するグループである。このグループは、ティム・デラフターにより設立され、他に13から27人のメンバーを持つ。3人のオリジナルメンバー、ティム・デラフター、マーク・ピロー、ブライアン・ウェイクランドは、ギタリスト、ウェス・バーグレンが、薬物乱用により1999年、死去するまで、 トリッピングデイジーのメンバーだった。デラフターはダラスでレコード店グッドレコーズを経営している。2000年存在していなかったそのバンドは彼ら先駆者の助けで30分で形作られた。次第にそのバンドは様々な付き合いにより形を成していった。30分の音楽は13人のオリジナルメンバーによりリハーサルされ反応は圧倒的にポジティブだった。 バンドは25人のメンバーが流動的に加わり現在の人数となった。初公演でのセットリストは The Beginning Stages of the Polyphonic Spree と題され、10番目の曲名 Along Day と一緒にその巨大なバンドを主催しなかった会議的な開催地に記録され配布された。結局その音楽 CD への需要は大きくなったのでアルバムが発売されることとなった。二千三年 彼らはレコード販売の不足を冷笑する679レコーディングスのレコードラベルにより見落とされた。しかしつい最近は新しくハリウッドレコードと契約を結び2年目のアルバム Together We Are Heavy を2004年に日本で6月30日、ヨーロッパで7月12日、北、アメリカで7月13日に発売した。ポリフォニックスプリーは通常 10人の合唱団と、それぞれ2人ずつのキーボード、パーカッション、ベース、ギター、フルート、トランペット、トロンボーン、バイオリン、フレンチホルン、テルミンの奏者並びに1人のエレクトーン奏者から構成される。デラフターは、音楽監督で、リードボーカルも行う。当初、ポリフォニックスプリーは、途中多くの人に、彼らをカルト宗教であると思わせた、純粋さ、希望、 幸福のイメージを与える白いローブを着ていた。しかし最近の2枚目のアルバム、Together We Are Heavy の反則ツアーでは多色のローブを着た。ポリフォニックスプリーは2004年4月20日のテレビ番組、スクラブスのエピソードマイチャジースとチョイスオブオール、また2004年11月29日のテレビ番組、ラスベガスのエピソードシルバースターで特集された。 ポリフォニックスプリーはまたチャーリー・カウフマン脚本、ミシェル・ゴンドリー監督、ジム・キャリーとケイト・ウィンスレット主役の映画、エターナル・サンシャインのサウンドトラックでも特集された。ザ・ビギニングステージズ・オブ・トゥヤザ s of t o ヘビー。ありがとうございます。